はい、また論辞ちょっとやってみたいんですけれども、これはよくあるドライバーズウォッチですよね。まあ、論辞以外にもあるとは思うんですけれども、こう、ラグがウィーンと横に張り出していて、そして中に丸型の論辞の、ケースですね、が入っている。っていうふうになってます。はい。センターセコンドですね。で、結構このラグが大きく張り出しているので、まあ、時計バンドも確か20ミリかぐらいの時計、21か20ぐらいの大きな、幅の広い当時としては時計バンドを、使用してますね。ちょっと今裏蓋開けてみたんですけど、機械はですね、ロンジンのジュエルが入ってましたね。まあ、結構、まあ、有名な機械ですけど、ウィームスにも使ってるし、まあ、なかなかいい機械だったんじゃないですかね、この機械は。で、これは裏蓋の刻印ですね。なんかロンジンは、なんかケースが、なんかいろんなとこで作ってるみたいで、これもなんかアメリカのなんかあれですよね、ケースじゃないんですかね。なんか、ロンジンのケースはちょっと変わってますよね。なんかアメリカで作ってたりしてて。この当時はですね。なんかアメリカとウィットナーとの関係もちょっと不思議だし、なんか変な感じですね。なんかアメリカになんかちょっと依存してる感じがありますよね。はい、ロンジンのドライバー。